どうもマックスです。私は本日山形県米沢駅の目の前の場所におります。はい、本日私が今からお邪魔するお店さんなんですが、こちらでねー、ブーン牛丼返し養蚕鉱さん、てでーん。はい、こちらで私は今日何をするのかと、私ですね、はい、せっかく米沢に来たので、これでもかってぐらい米沢牛を堪能し尽くそうと思ったんですよ。でこの辺ってね、お肉屋さんいっぱいあるんですね。でこちら1階ではもちろん直売で米沢牛の販売されてるんですけども、2階が牛肉料理のレストランになってまして、こちらで本日私はですね、ただ食べるだけじゃつまらないんで、こちらの養蚕鉱さん、牛肉料理が素敵な養蚕鉱さんで心ゆくまで楽しんだら、果たして会計はいくらになるのかという、こちらのレストランでいくらぐらい食べれるのかというチャレンジみたいなものをやりたいと思います。ただですね、こちら内容としては限界まで攻めるというよりは、お腹いっぱい食べたらいくらになるのかな感じでいきたいと思います。はい、やっぱ美味しく終わりたいんで、ただがっつり攻めますよ。で一応いろんな料理あるんですけど、もう打ち合わせさせていただいて、焼肉とステーキ、こちらの2種に絞ります。で他のアラカルトに関しては値段は見せていい感じ、見ていい感じにしてます。なので焼肉のメニューとステーキのメニュー、こちらにだけお値段を伏せたメニューを僕見て、それ以外は頼んでも値段分かってるんでいいんですけど、ただお肉の値段だけ分からないという、そういう神秘的なルールのもとにやらせていただきます。果たしてね、いくらいくのか正直ちょっと分かりません。ただ攻めます、今回攻めます。ちょっとお金払おうと思っておりますんで、頑張りますんでよろしくお願いします。私マック鈴木が米沢牛を本気で堪能しようと思ったら、お会計いくらになるのかというバブリーチャレンジでございますんで、よろしくお願いします。早速行きます。はい、ハニコさん、もしぶっ飛んじゃったら本当ごめんなさい。この時は許してください頑張ろうパパ。はい、それでは店内に移動して、今からメニューのオーダーを決めたいと思うんですけれども、こんな感じです。ステーキと焼肉、フィレ、サーロイン、シャトーブリアン、モモ、ランプ、もう怖い恐怖でしかないです。あとご飯物、ご飯物は別に付箋つけてないです。焼肉の方はまあ合い盛りのやつですとか、まあ細かくいくと三角バラ、カルビ、貝の実とか、あとイチボですとか、上もも、ランプ、フィレ、サーロイン、ハラミとか、まあ、タンとかバーってこういう感じであるんですけれども、果たしてねこれを、いや正直もう恐怖でしかないんですけど、ただこれね一つね抜け穴がありまして、このチャレンジ、こちらですね、なんとね鍋とか懐石コースとかもあるんですよ。こっちは値段付けてないんで、なんとなくヒントはあるんです。で見ると大体懐石料理の季節の7品で5000円とかなんで、なんとなくこれぐらいかなっていうのは予想つくんですけど、こちらの鍋とかですともう分かるんですよ。ただちょっと恐怖なのが、鍋の特選リブロース 120g で3700円してるんですよ。こけやばいべこれ。いや関係ない、もう僕だけぶっちぎりますから、皆さん見ててください。はい、そんな感じで頼みたいと思います。イメージ目指せ2桁。はい、頑張ります。はい、それでは第1波が届きましたので紹介させていただきます。それでは私が選んだファーストオーダーはこちら。はい、ドーン。ね、これやばくないですか。多分ですけど俺ちょっとやりすぎたかもしれん。これ上身、手前上身筋、厚切りハラミ、真ん中三角バラの上タン塩なんですけど、上塩タンなんですけど、これ結構やったな、これ結構やったな、これな、これやばい予感するんですよ。はい、それではもうガンガン焼いて食べていきたいと思います。はい、じゃあ早速いただきます。じゃあどうしようかな。これ厚切りハラミはね、串に刺さってるんで、端っ側で焼いてもそれが串を取って焼いてもみたいな感じでおっしゃっていただいたんで、とりあえずこいつを周りに散りばめながらお祭りしたいかなと。この厚みがやべえ、三角バラやばい、三角バラおいー
いやー、今日いくら使うんだろう、俺は。すごいすごいすごい。多分ですけど、これそんなに焼きすぎなくていいと思うんです。はい、はい。このビジュアル、いかがっすか。いかがっすか。はい。多分この辺いいんですよ、多分。君も忘れてないからね。まずは何もつけずにいきたいと思います。塩だけでいこうか。このピンクの岩塩いきます。あの肉っていうか、なんか肉汁の水風船みたいな、なんか肉汁がすげえな、これ油なのか、これめちゃくちゃうまいっすね。てかちょっとね、黙っちゃう正直、これうますぎて。ちょっとわさびもいこう。多分これガッツリいっちゃっていいと思うんだよな、わさび。相当なゆきつさんが多分飛ぶと思います、これは。うまい。肉汁、油もすごいんですけど、ただ一つ言えるのは全くくどくないんですよ。だから嫌な感じがしないっていうか、焼肉だれ、これがすごいし、次醤油、まあ、僕の人生の最後これかもしれない、最後の晩餐。これはあかんぞ、これはあかん。この時点で正直多分これは値段を相当すると思う。1人前多分僕の数値、正直に思うのは多分2.5から3ぐらいと思うんですよ。なので大体今で10人前ぐらいだと思うので、もうそれすらもう大雑把になってますけど、まあそれぐらいはいってるんじゃないかなとこの時点で思います。いや、これだってこのターンをだって3回ぐらい繰り返したら多分僕の予想ではもう重油基地と思います。今まで一番個人的に記憶のある中で感動したお肉っていうのが、あのカワザイルに連れてもらったあのリブのお店で食べた飛騨牛だったんですけど、これはね、歴史に新たな1ページこれ刻まれましたね。うん、まあ次ターン。はい、ターンはこんな感じ。ね、後ろからのモニカチこういうビジュアルですか。罪な絵してるでしょ。ターンは多分塩で食べるのが一番いいんだろうな。塩味はついてるけど、タレ味もある。ただこれわさびがすごい合うのが意外。レモンよりかな。あじゅー。もう僕たちの共演ですよ。この音がもう何よりのあれですから。BGM です。はい、わさびサンド。ペロン。わさびサンド。これ永久ターンマジ繰り返しちゃうかもしれない、俺本当に。
それぐらい僕たちも感動してます。これはね、人をダメにする肉な気がします。ほらもう、もう調子こいてるから2枚とか普通にいっちゃうんだから。これマジで、あの三角わらも上味筋もそうなんですけど、これ1枚で丼飯で1杯いけるレベルです。あの、旨味と肉汁の量が、これちょっと俺の予想よりもっといってる可能性があるな。超うまいですよ、本当これ。はい、続きましてステーキ部門第2波が来ましたのでご紹介したいと思います。第2波はこちら。はい、ドーンってこれ何のこっちゃって感じだと思うんですけど、サーロインとなんとランプとシャトーブリアンちゃんをお出しご注文させていただきました。でね、お店さんがあの気を使ってくれてですね、あのすごい相盛りというか一気盛りにしてくださいました。はい、この辺がサーロイン、シャトーブリアン、ランプって感じになってますね。はい、ズバビヨン。はい、それで私が頼みました第2波の説明なんですけども、こちらのサーロイン、こちらを、1.5kg、もうグラムでお出しさせていただきました。あのグラムタイムもしてくださったことなんで、で、シャトーブリアン150のランプ150ぐらいな感じで頼みましたんで、はい、ではガンガン攻めていきたいと思います。なんとね、ステーキソースというものがありますので、こちらをつけながらいこうかなと。僕絶対に言っときたかったシャトーブリアン先に行っちゃいます。こうブリアンですね、ブリアン、ブリアン、ブリアン、塩でいこう。いや、すげえわ。これ、ほんとすげえわ。これダメだ、ちょっと俺ブリアン止まんねえわ、今。ごめん、ちょっと止まらない。いや、あの、ちょっとこれはね、ちょっとね、いっちゃってます。醤油でもいってみるか。あ、もう何してもうまい。ただこのステーキソースもこれ抜群にうまいっすな。世の中の一流芸能人の方とか有名な方とか著名人の方、こういうのを毎晩食べてるんでしょうか。いやー、あかんわこれ。次ランプいきましょう。ランプ、ランプ、うーん、歯ごたえが悪い、柔らかい、それがランプです。うめ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 。お肉もめちゃくちゃないですけど、
これ本当にリアルにステーキソースだと売ってほしいな、これこれめちゃくちゃうまいの、なんだこれ。ありがとうシャトーブリアン、ありがとうランプ。はい、ではここからはサーロインをひたすら攻めたいと思います。サーロイン、サーロイン、あの、俺の知ってるサーロインじゃない、これが米沢のサーロインとかです。これ本当に僕が知ってるサーロインじゃないです。これは、これは僕の知ってる、正直相当びっくりしました今。これ僕の知ってるサーロインじゃないな。米沢牛ってこんななんすか。歯ごたえしっかりあるんだけど、めちゃくちゃ溶けるんですよ。赤身のちょうどいい食感と脂身のツルツルが絶妙なバランス。これ相当値段いくわ、うん、これいく、これも確信がある。そしてなんとシャトに隠れて、これは、うん、これね、いくわ、もう覚悟決めた。はい、どうも改めましてこんにちは、マックス鈴木です。ここからアフレコで、お話しさせていただきますので、よろしくお願いします。で、映像の方はね、ちょっとあのシャトーブリアンをかなり、倍速で食べてる感じの絵面になってるんですけれども、これね、あの本当にやっちゃいましたね。あのもうなん、もうサーロインの概念がもう変わりました。これある種本当シャトーブリアンよりびっくりしましたね。なんか僕のサーロインのイメージって、赤身の結構固めの肉と脂身がブリン分かれてますみたいな、そういうイメージだったんですよ。だけどこれなんかね、全然違った。もうなんか肉と脂の差しとか絶妙で、ちょっと歯ごたえがありつつとろけるみたいな、なんか究極でしたね。そしてこの究極を食べていると同時に、だんだん満腹になってきました。なんかね、やっぱ美味しいものって実際その食べれないですね。なんかそれをすごく感じた。なんか気持ち的な部分でちょっとビビりが入っちゃってるのか、正確なね、本当のところは分からない。それが満腹に作用してるのかも分かんないけど、でも本当に満足しちゃってましたね、この時。正直もう本当かなりお腹いっぱいになって、うん、って感じだったかな。で、まあ今思うとめちゃくちゃとにかくうまかった。本当になんて言ったらいいんだろう、もうね、本当食べたことないような感じのお肉。やっぱ和牛ってすげえんだなって、そして米沢牛やべえんだなっていうことが分かった今回のチャレンジでした。はい、それでは残りのところどうぞ。はい、次どうしようかな。言ってもね、結構もうお腹張ってきてる、正直。なんか満足度が高すぎてどうしようって感じです。よし、決めた、すいません。はい、それでは私が3回目に頼ませていただいた商品はこちらでございます。
はい、どーん。はい、かわいい、かわいいサイズになってるんですけど、すいません。あのですね、ちょっとサーロインで、かなりお腹いっぱいになりまして、これがもう僕が美味しく食べれる最後かなと思います。こちらがもも150でございます。これを最後に本日は締めたいと思います。それではラスト桃150。てかもう今選んでる段階でもうあの金額とか本当全く気にしてませんでした。あのもう本当に美味しく食べれる攻めれる中での僕の判断がこれでした。まずは塩でいきましょう。はい、それでは桃いきまーす。締めにちょうどいいっす。ただ、赤身といえど脂もあって旨味もあります。普通の赤身じゃない、これは。そして塩がめちゃくちゃある。もうこれオール塩でいきましょう。いやでもね、サーロイン食べたら本当不思議な感じになりました。なんかもうサーロインとかステーキ部門食べる前まではこれマジで無限にいって金額やばいぐらいいくなって正直思ってたんですけど、サーロインでなんかかなりガスんできましたね。あと調子こいて水分飲みすぎたっていうのもあるかもしれないです。最後に行く。はい、というわけでごちそうさまでした。はい、あーもう大満足。はい、飲んで食べて飲んで大満足です。はい、ありがとうございます。はい、それでは気になる合計金額はこちら、でねー、76,800円。これ僕正直言っていいですか、多分余裕で2桁いったと思ったんですよ。なのにだいぶ僕の予想を下回ってきましたね。え、なんで。え、ちょっといっぱい伝票あるんで順を追ってみますね。まず、あ、上ハラミが単価1780円で、上タン賞が1580円、三角バラ2200円。僕これ1個あたり2から多分3ぐらいいってると思ったんですよ。あ、こんななの、こんなんで食べれるんですか。ちょっと待ってください。これ正直シャトーブリアン僕の半額以下ですよ。そのなんと 150g、 僕正直これ1号ぐらいいってると思ったんですよ。見てください、これ7020円で、ランプが3520円のサーロイン4590円。ああ、もうだいぶ僕のコンピューターはいい意味で狂っちゃってましたね。これこんなの、こんなんで堪能できるので、ももで2340円で、合計76,800円。マジか、と俺の中では意外すぎるな。いや正直もう結構腹くくってました。2桁余裕でいってると思ったんで、これ本場に来るとこれぐらいの値段でこんだけ米沢牛を堪能できるのか、それともこちらの鷹山公さんがリーズナブルなのか、それは正直わからない正直な感想はね、わからないけど、ただこちら鷹山公さん来るとこれぐらいのお値段で牛の恩返しを存分に味わえるということでございます。はい、はい、いかがでしたでしょうか。私マック鈴木、米沢牛を堪能したら果たしていくらになるのかという結果はですね、もう本当にもう大満足なんですけども、2桁いかず、なんと76,800円と、はい、もしこの動画を見てですね、あ、私も堪能したいわ、僕も堪能したいなって、僕もわしもって方いらっしゃいましたら、ぜひ米沢に来てこちら鷹山公さんで牛を堪能してみてはいかがでしょうかという、そんなマック鈴木でした。皆さん本当本日は長いお付き合いでありがとうございました。もう本当米沢に感謝以上です。
満足すぎる。もうアイスもいらない。もうこのお肉の余韻でもう今日は僕寝ます。じゃあ、ね、よかった。